弥彦駅は、新潟県西神原郡弥彦村大和座ヒ彦にある、東日本旅客鉄道弥彦線の駅、越後国一宮であるいよいよ彦神社の最寄り駅、弥彦線の起点駅である、弥彦駅での1927年製造の1760系蒸気機関車、1929年頃撮影、駅舎は現在と同じもの、弥彦村では、 国鉄民営化及び JR グループの発足を機に1988年から毎年村内及び近隣市町村から公募によって女性観光アンバサダーを選出しヤヒコ観光駅長として当駅で改札や列車の見送り清掃などの業務を担当していた観光案内や首都圏への PR などヤヒコ村の観光に関する業務も行っていたが 一定の役割を果たしたとして2002年度をもって、公募は打ち切られ、2003年3月31日に15代目、観光駅長の退任をもってこの制度を終了した。以後は当時駅前広場内に所在した、ヤヒコ観光協会の観光案内所に常駐する女性職員が観光駅長を兼任し、必要に応じて業務を行ってきた。なお、 この駅前広場の観光案内所は2013年10月、駅北側の外苑坂通り沿いへ新築移転した、駅舎に面する単式ホーム一面一線を持つ地上駅になっている、JR 新潟ビジネスが住宅する、業務委託駅で、園三条駅が管理する、改札口に、簡易水化改札機が入場用、出場用、 1> 各一台が設置されているほか、周辺には、友人改札を兼ねる、緑の窓口、自動券売機などが設けられている。改札口西側の待合室には、キオスクと観光情報コーナーが併設されている。改札内のトイレには、更衣室とオストメイト対応の、多機能トイレが併設されている。駅前広場内には、長寿、登山やハイキングで汚れた靴を洗浄できる靴洗いは、自動販売機、 公衆電話などが設置されている。なお改札外にはトイレが設置されていないが、周辺では、前景の観光案内所にトイレがある。いよいよ彦神社の本でをもした木造寺社造りの駅舎は1916年の開業時からのもので、門柱や梁などが朱色に塗色され、鬼瓦にはウサギが掘り込まれるなど、特徴的な衣装を持ち、ふるさとの駅百選にも選出されている。 近年相次いで駅舎のリニューアルが行われており、2013年秋には、翌2014年の新潟デスティネーションキャンペーン開催に合わせた全面改修が、2015年10月には旅行客やハイキング客向けの設備拡充がそれぞれ実施された。JR 東日本によると、2018年度の1日平均乗車人員は212人で、ある利用客数1。 近年の推移は以下の通りである。当駅はいよいよ彦神社門前の市街地に位置する。駅北側からいよいよ彦神社の参道へと通じる外苑坂通りと神社通りの沿線を中心に温泉街が広がり、旅館や土産品店、飲食店などが立ち並んでいる。駅から参道入り口の市の鳥居までは徒歩で約10分、本殿までは約15分を要する。駅裏手は 住宅地となっている。駅前ではトレーラー等の大型車の駐車を可能とした無料の駐車場が整備され、車中泊や大型車を改造したキャンピングカーの利用も見られる。また、時代とともにニーズが変化し、日帰り観光客が増加したことで、下記のような大型宿泊施設の撤退が進み、代わりに農産物直売所や足湯のような日帰り客向けの施設増加や、 パンダ焼き、カレー豆といった、ご当地グルメへの注目が進んでいる。当駅発着の一般路線バスは運行されていないが、コミュニティバスが一路線あり、ヤヒコ村とつばめ氏が共同で事業を実施している。ヤヒコ、円広域循環バスが2016年1月開正時点では、平日後往復運行されている。ヤヒコ駅バス停東日本旅客鉄道ヤヒコ線。 八彦駅や萩駅、ありがとうございます。